こんにちは、アロマの学校魔女の館です。私の簡単なプロフィールこんな感じです。一応20年近くですね、アロマテラピーの講師をしていますので、わからないこととかあったらいつでも聞いてください。ということでね、ここのところずっと解剖生理学の細胞の構造についてやってるんですけれども、前回までで細胞の中の核の中の DNA とそれから RNA についてお話ししてきました。で、今日からはですね、その核の外の細胞質のところにある細胞小器官っていうのをやっていきたいというふうに思っております。早速なんですけれども、 DNA の情報をちょっとだけ変更してね、コピーした RNA というのは1本の螺旋状になりましたよね。で、それで、核を包んでいる核膜の穴のところから、細胞質に出ていきます。その RNA の名前はメッセンジャー RNA です。で、毎回メッセンジャー RNA というのはめんどくさいので mRNA というふうに言いますね。で、 mRNA っていうのはね、核の外に出たら一番最初はリボソームっていう名前のついたお部屋の中に行くんですよ。このリボソームっていうのはね、丸くてちっちゃくてなんかつぶつぶした感じらしいです。研究者だったら顕微鏡で覗いて知ってると思うんですけれどもね、その実物を見たりして、こんな形ってわかるんでしょうけれども、まあ、私はたかだかアロマを教えてるだけなので顕微鏡なんて持ってないですし、ちっちゃい時に持ってましたね。なんかね、うちの父親はね、機械物が好きだったので、おもちゃじゃなくて結構ね、その本当の本格的なやつっていうのを買ってくれてたんですよね。といってもまあそんな大したもんじゃないでしょ、子供が使うんですからね。でも学校にあるのと同じような感じだったかな。で、そこでね、なんか葉っぱを切って薄くなんかプレパラートを作ってみたりとかいろいろしてたんですよ。まさかこんな仕事をするとは思っていなかったので、あの顕微鏡を捨てずに持ってたら、なんかこう葉っぱを見てね、あ、ここに精油がいっぱい入ってる布っていうのがあるんだなとかいうふうに分かったんでしょうけれどもね。つまり私は研究者ではないので実物を見たことがない。まあ、仕方がないのでね、いろんな書物とかそれからセミナーなんかを聞いて学んだことをこうやって皆さんにお伝えしているだけのことですので、そういうことをね、ご理解の上でご覧いただけたらと思います。話を元に戻しまして、リボソームっていうのは小さな粒々なんですけれども、その中で mRNA が持ってきたその情報をもとにですね、必要なタンパク質を作っているんです。ですので、リボソームは細胞の中の、タンパク質合成工場というふうに言われたりとかしています。このリボソームにはね、2種類あって、で、その一つは付着リボソーム、で、もう一つは、遊離リボソームです。これ漢字見たらなんとなくわかると思うんですけれども、付着っていうことは何かにひっついてるってことですよね。で、遊離っていうのはなんかふわふわ飛んでるんじゃないかなっていうのは、そんなイメージがありますよね。じゃあ、付着リボソームっていうのは何にひっついているのかなっていうと、これがね、2つ目の細胞小器官、小胞体というところにひっついているんです。この小胞体っていうのはね、さっき言った真ん中の核ね、核膜のところにひっついてびっしりひだひだ状になっているんです。そこにね、粒々がいっぱいついている、今のリボソームがついているんですけれども、それで付着リボソームっていうふうに言います。で、もう一つのね、遊離リボソームっていうのは細胞質の中をあちらこちらにね、どこにも付着せずにふわふわ、まあ、飛んでるみたいな感じのリボソームだと思ってもらったら結構です。で、リボソームの働きが何かっていうと、先ほどにも言いましたようにタンパク質を作るです。で、もう少し詳しく言うとね、もう一つ tRNA っていうのはね、こうかき集めてきたアミノ酸っていうのを、それを mRNA が持っているレシピに沿って組み立てて、そのレシピ通りのタンパク質を作っていく役目をしているのがリボソームなんです。そしてその作ったタンパク質をそのひっついている小胞体の中にボンボンね、放り込んでいくんですね。小胞体にも2種類ありまして、このつぶつぶのリボソームがいっぱいついているその小胞体のことを、素面小胞体というふうに言います。もう1種類の方はこれはね、つぶつぶリボソームがついていない、なのでこれをね、活面小胞体というんです。で、これもまたね、感じ見ると分かりますよね。素面ってなんかザラザラしているような感じですよね。で、つぶつぶっていうのはつきやすい、まあ、つきてるから素面みたいな感じになるんですけれども、で、活面って言ったらなんかツルツルした感じでしょ、滑らかっていう字だからね。なので、つぶつぶもなんていうのかな、滑ってひっつかないみたいな感じ、そういうふうになっているので、ということでリボソームも2種類、それから小胞体も2種類あるっていうことです。その2種類のリボソームっていうのはそれぞれタンパク質を作るわけなんですけれども、主に付着リボソームが作るタンパク質っていうのは細胞膜とか、それからその細胞の外に出ていってね、で、そこで使われたりとかするんですね。で、その細胞質の中、そのゲル状の中で、ふわふわしている遊離リボソームが作ったタンパク質っていうのは細胞内で使われるんですね。
でさっきその付着リボソームが作ったタンパク質というのはその細胞の外に出ていってっていうんですけれども、小胞体からいきなり外に出ていくわけではないんですよ。これはね、小胞体の中でその作ったタンパク質はその輸送を小胞体っていうような形になって、そこにまたひっついているゴルジ体っていうのがあるんですけれども、そこに運ばれるんです。だから小胞体っていうのはね、リボソームが作ったタンパク質をまあ受け取ってですね、そのタンパク質をゴルジ体まで持っていく、まあ、輸送機関、言うなればね、黒猫ヤマトとかさ、それから佐川急便なんかみたいなものかな、とりあえずこう受け取ってそれで運ぶみたいな感じですね。そんな風になっています。で、差出人リボソーム、受け取りにゴルジ体みたいな感じです。すぐにゴルジ体の方に持っていく、小胞体もあるんですけれども、必要になるまでね、とりあえず小胞体のところに置いとくっていうのもあるんですね。つまりさっき言った黒猫とか佐川急便とかがね、日時指定のものはとりあえずその置いとくじゃないですか、営業所とかに。そんな感じで、考えてもらったらいいかなというふうに思います。で、次にさっきから出てきているゴルジ体っていうものなんですけれどもね、もう聞きながらゴルジ体ってなんじゃいなって思ってる人も結構いると思うんですけれども、ゴルジ体ってなんか変な名前ですよね。で、別名ねゴルジ装置とも言われたりするんですよ。装置ってなんやねんって私一番最初思ったんですけれども、大体こんなよくわからないような名前がついているものっていうのはもう発見した人の名前っていうことが多いんですよね。なのでゴルジ体も一緒です。ゴルジ体っていうのはね、それを発見した、1898年かななんかに、イタリアのカミロ・ゴルジさんっていう人がこの物体を見つけたらしいんですよ。で、以後それをゴルジ体っていうふうに言っています。ゴルジさん、まさか自分の名前がその細胞の中の一つの器官について、で、未来英語を使われるなんて思っても見なかったんじゃないかなというふうに思います。おそらく天国でびっくりされてるんじゃないかなと思うんですけれども、で、ゴルジ体はね、何をしているかというと、これは小胞体が運んできたタンパク質にね、糖を添加したりとか、まあ、濃縮したりとか、いろんなね、加工する、まあ、一種の加工工場みたいなことをやっています。まあ、詳しく言うと、小胞体とゴルジ体というのが、まあ、接触しているところからタンパク質というのが入ってくるんですけれども、ゴルジ体ってね、その何層にもなった、なんだろうな、そうそう、私が大好きな、ね、ケーキでミルフィーユっていうのがあるんですけれどもね、パイが何層にも重なっている、ああいう感じでね、何層にも重なっているような状況になっているんですよ。で、そこ の, その層を通っていくたんびに、タンパク質が凝縮されたりとか、糖が添加されたりとかしてね、どんどん加工されていく。で、最終的にゴルジ小胞っていうね、カプセルみたいなものとしてね、こう詰め込むんですね。で、それでその細胞の外に出やすいように、一番最初に細胞膜にはね、穴が開いてるよって言いましたよね。あの穴から出ていきやすいような形になります。でも、全部が全部ね、はい、できましたってカプセルをポコポコね、その細胞の外に出すのではなくて、まあ、さっきの小胞体と同じような働きなんですけれどもね、とりあえず置いときます。まあ、一種の貯蔵庫ですね。タンパク質の貯蔵庫。で、これまでのね、流れを復習しますとですね、過去にあったタンパク質の情報が mRNA によってリボソームに行きます。で、そこでタンパク質が合成されていきますね。で、その合成されたタンパク質というのは小胞体のところに入っていって、で、その輸送小胞体という形になってゴルジ体のところに運ばれます。で、そのゴルジ体がそこで濃縮したり糖を加えたりいろんな加工をして、で、その形を整えてゴルジ小胞というものにね、詰め込む。で、そういうカプセルのようなものに詰め込んで、その後細胞外に分泌するというルートをたどっていくんです。ということで、細胞小器官6個あるうちの3個が終わりました。で、残りの3個については、次回にお送りしたいと思います。本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。